うございます、今日はですね久々の、キャンプ動画にしたいなと思います。めちゃくちゃいい天気です。見てください、ズドン。そしていい天気なんですけども、これキャンプあるあるかもしれんけど、ここのキャンプ場階段上がらなあかんから、このガラガラ引いて上がられへんくらい一個一個階段でこれ上げてって、もうやからテントなくしました。もう簡易版、椅子と焚き火台、まあこっちにちょっと食材とかあるけども、まあ、ほぼほぼね、ちょっと簡易版にしやんと、ここ10時から5時まで借りてるんですけど、今現時点で12時、もうちょっとしたら昼食が2時とか3時になっちゃう。急がないといけない、はい、ということで、前回もやりましたね。これでさっと火をつけるだけ、はい、もう簡単、やり方は分かってる、だって前やったもんだって前やったもん。しかもちゃんと高さ出しみたいなやつも出てるね。そうそうそう、これ前回使わんかったからね、うん、あえてちょっとハードルを上げてみたんだけどね。前回は、今日はね、そのバーベキューじゃなくてちゃんと料理しようと思ってます。だから料理の準備をしていますので、お楽しみにください。ナイフ開かんかったなと思って、ここ閉まってた。そうなん、初心者もあるらしい。見た目だけはキャンパーっぽいんだよ。米も今日は炊かなあかんしさ。確かに。こんなことゆっくりしてる場合じゃないんよ。いきます。はい。2回でした。でもすごい。もうプロ中のプロですよ。うん、そうなんです。今日はね、ちょっとワンランク上げて、嫁に言われた冷蔵庫も買いました。冷蔵庫というか保冷剤、なんかクーラーボックスね。クーラーボックス、いいやつ買わしもいましたわ。中は入ってますか。はい、私がすべて用意しましたね。そうです、カントリーマームとね、言ったかもね、はい、その間にちょっと米炊きましょうか、はい、米はメスティンで炊きたいなと思います。はい、でメスティンってご存知ですか。これね、うん、よし、ちょっと水ささっと流そう。あ、ここ綺麗に取れるわ。え、ここ綺麗に取れるわ。あ、ほんま、うん、すごい綺麗に取れる。ここ雲いっぱいおんねん。ええか、うん、多少雲入っても全然ここめっちゃ綺麗に取れるよ。こっちの方がいい。うん、こっちにでしょうか。いや、見てみ。ほんまやね、うん、ほな、じゃあちょっとだけ先に米の準備だけ話しようか、うん、米はさ、これさ、ちょっと水につけとかなあかんねや。あ、そう、うん、トン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 、オッケー、これでいいね。はい、約200近くあって、これをお米が焼いてますね。ちょっと水につけます。はい、でこの間にちょっと画角変えましょう、はい、ちょっとお手伝いしまいたい。はい、そのはい、ちょっと待って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 、これですか、はい、これはね、米炊くようにね、こうやってこれをさ、うん、ボンベでな、うん、やると、うん、火力がさ調節しやすくて、これがそのボンベのやつやねんけど、うん、一番スタンダードで、うん、なおかつ人気というモデルがこちらになってます。どうなってんねんこれ。どう、いけそう、爆発しない。わかんない、どうなってんのこれ。怖いな、一旦置いとこう。うん、あ、釣りだ釣りだ、いい感じ。うん、し、乾杯しましょうか。はい、ではえ、膝小僧どうした。これ開けたのも早い、手もええで
手袋の意味。はい、ありがとう。乾杯。なんか戦争中の乾杯みたいになってるよ。軍隊の乾杯やこれ。乾杯。ああ、うまい。おお、おお、息ついた、うん。ちょっと火ついてきたんやっと。すごっ。炭って時間かかるからさ、あんまコツコツ動かしたらあかんねん。って言ってた動画で、うん、言うてた。素人はここで触りがちやって言うた。俺ずっとやってたと思って。なんかさ、うん、係の人にさ、うん、炭買ったやんか、うん、でその時にさ、うん、うちはもうもらってやんか、うん、でうちはこれ渡してきますみたいな感じで2つくれてんけどさ、うん、俺これあれやんか、うんうん、だからさ、うちはって言ってさ、うん、ほんならあ、言いませんかって言われて、うん、皆さん結構使ってありますよって言われてんけど、うん、俺も一応キャンパーやからさ、いや僕があるんでいいっすわって言って、あそうですか、わかりましたって言って、あこの人ツーなんやなっていう感じで女の人に思われてた。ツーはまず自分で買っていくんじゃない炭。ツーやね。こだわりの炭みたいな。確かに。もっとこだわる人やったらその辺に落ちる枝とかでやるんだ。しかもじゃキャンパーって言ってもまだ D キャンパーや。立派なキャンパーやな。しかも2回しかやったことないわ共有で。もうちょっと米もうちょっと浸そうか。そっか、30分ぐらい浸さなあかんっていうもんね。でそれで浸せれたら、うん、ちょっとこっちももうちょっと崩していって、うん、まんべんなく火使えるようにして、へいへい、で焼いていこうよ。ほなちょうどさ米炊き上がる時ぐらいに、うん、ええ感じちゃうかな。そっか、今はまだちょっと火を楽しむ時間やから。そっか。When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me.米をね、炊いていきたいなと思います。では、米いきましょう。おお、いけたじゃないですか。では、米、炊飯スタート。弱火で10分か12分ぐらいやったらコトコトなってくるから、その時にでっかい石とかのしとかなあかんねんな。カメラめちゃくちゃ高いないかい。キャンプ用品より高いないかい。これ外すときにあっちいからさ、手出しとかないと。そうか。うん。それ下だよ。そっちじゃないの。これ火傷すんで、気付けや。私が気づかなかったらもう火傷しとったよ。しとったやろな。私も賢かったね。でもキャンプやる人ってこういうのが当たり前なんやろな。私には分かりませんわ。いい感じで買ってきたよ、うん、いいよいいよ。よし、ひっくり返そう。いやもうちょっとじゃないかな。あ、焦げた匂いしてる。そうでしょ。うん、急いで急げ。いくで。いくよ。お焦げついたらどうする。最後食べちゃおう。焦げ大好き。よし、このままちょっと置いておきます。はい。これ何？ヤングコーン。ヤングコーン。ヤングコーンです。じゃーん、映ってるか。中まで焼けんのか。ん？中まで焼けんのか。一応火出てるから。うん、2個に広まっているじゃん。いい感じで焦げてますよ。いやこの前より全然いい感じじゃん。バーベキューって感じ、うん、だって焦げてないもん。
焦げてないもん。まあ、炭やからね。うん、すごいいい感じ。楽しい。それではこちらではですね、ラーメンを作っていきましょう。ここにね、500g の水を入れていきたいなと思います。まあ、大体こんなもんやね。そして火をつけて沸騰させてラーメンを作ります。本日のラーメン、ドドン、塩ラーメン。あ、米もういけるぞ。見てみる一回。いくで。はい。緊張の瞬間。はい。3、2、1。わあ。いい感じだ。美味しそう。米のいい匂いしてるわ。そう。あ、いいかもしれん。マジか。うん。米も立ってあるし。最高じゃん。どうです、兄さん。うまそうじゃないですか。はい、あ、今まで一番うまいかもしれない、うん、最高の米になった、ね、それでは次はこっちのラーメンを作っていきましょう。チャラ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 。僕は麺は固めが好きなので2分30秒。この時に一緒にスープも入れて麺にスープの味を浸透させると。そしてここにごまがあるからごまをピピって分けて、どんな感じになってるかと言いますと、こんな感じになってる。ごまだらけだね。よし、では2分30秒。ご飯よそっとけろか。うん、お願いします。もう今とかおこげとかついてるんちゃう、もしかして。うわ、最高じゃん。うわ、ついてある、見て。ちょっとこれ取るわ。ほら、どこ取れてるか分かんない。ういー、ラーメンの匂いがすごい。最高やん。うん、いかが。さらにしてはちゃんとできてるけど、なんかもうバタバタだね、やっぱり。うん、まあゆっくりやっていくな、本来。美味しそう。はい、じゃあこれや。どうぞ。ありがとうございます。いつも飯の時だけ敬語になるから。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、これラーメンも2分30秒経ったやん、はい、仕上げに入る時どうするかって言ったら、ちょっと一回な、うん、ここで皆さん火力弱めてください、はい、僕インスタントラーメン毎日使ってるんでね、はい、ほぼ。そして最後にここで掘り煮を出すんですね、はい、どういう掘り煮をかけたら、ここのカリカリベーコンを上に乗せて、はい、そして掘りにしよう。最後チチ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 、虫がボンボン。ほら、どう。見せてくださいよ。うまそう。特製。何特製。特製ラーメン。うわ、美味しそう。うまっ。どう、最高、うん、これでカリカリベーコンもさ、うまいじゃん。ほんでさ、うん、あ、もう最高のデブじゃん。うん、やっとキャンプできた。うまっ。よかった。まさかの米がこんな綺麗にできるなんて。うん、キャンプでこの美味しいご飯食べれるのって感じ。大丈夫じゃん。スペアリブめっちゃうまいんだけど。麺がカリジワやん。これやったら満足できる。うん、前回で熱かったじゃない。うん、またもらえちゃうかった。タープあるじゃん。うん、どうですか。ちょっと腹いっぱいになってきた。あれ、マシュマロ直火で行くの。うん、あ、いい感じ。マシュマロ焼く職人さんみたいなね。うん、あ、色変わってきた。おお、いい感じ、いい感じ。やばい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 。あ、あ、あ、絶対美味しいやつやん。どうですか、この絶妙な。ちくわみたいな。
本当だね。本当だね。近くにしか見えなかった。どうぞ。うわ。うわ。サクって聞こえたけど。うん、うわ。もつとるやん。もう残骸しかない。あ、怖くない。